はい、119番消防です。火事ですか？救急ですか？ご注意ください。119番通報ドンゲスト。こんにちは、都城市消防局司令課です。災害が発生した際、消防車や救急車を向かわせるためには、まず災害発生場所の特定が必要です。今回は119通報時の災害発生場所の特定方法についてご説明します。まずは住所編。救急ですか？救急です、救急。救急ですね。まず場所を教えてください。住所ですか？都城市あやめ丸町19番地7消防アパート119号室です。早く来てください。自宅にいる時など住所が分かる時には、まずは住所から伝えましょう。そうすることで消防車や救急車がすぐに出動することができます。次は目標物編。どこが土下座したんですか？足が浮かれた。足が浮かれた。わかりました。救急車呼びますね。すぐ呼びます。もしもし、救急です。はい、場所ですか？場所はですね、都城島津邸の前です。近くに目印となる建物や交差点があれば伝えるようにしましょう。周りに何もない時は変。足が浮かれた。救急車呼びますね。救急車呼びますよ。119。もしもし、救急です。場所ですか？場所はですね、ここは山です。はい、スマートフォンをお持ちの方はまず通話をスピーカーにします。その後 Google マップを起動。自分のいる場所を長押しします。すると下の方に緯度、経度が出てきます。司令課員にこの数字をお伝えください。119番通報は消防車や救急車を必要とする場所から伝えることが大切です。1分1秒でも早く皆さんのもとに到着できるよう、今後とも取り組んでまいります。